ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は近鉄山田川駅から徒歩すぐの場所にございます。非常に便利な場所にあります、各家電付きの賃貸アパートレオパレス大徳 B 棟の1階をご紹介させていただきます。まず、最初にこちら洋室のスペースとなっております。こちら広さも本当に十分ですし、見渡していただければ、お分かりの通りですね、各家電付きの、とってもいいお部屋となっております。まずテーブルなんですけど、こちらのテーブルはですね、普段はこのようにダイニングテーブルとして使っていただくこともできます。また、ちょっと、洋室スペースが欲しいなという時はですね、足の方をオフにするだけでこのように簡単に畳むことができます。重さも全然ないので、女性の方でも簡単に畳むことができますので、非常に便利なテーブルとなっております。また設備の方もですね、エアコンもしっかりとついておりますし、クローゼットですね、こちら開けていただければこんな感じで丈の長いコートなども十分かけていただけます。もちろんこちらもクローゼットになっておりますので、たっぷりと収納していただけます。またクローゼットの隣はテレビ台になっております。テレビは最初からついておりますし、上の方には本棚として使える棚ですね。あとテレビ台の下も空間がございますので、何か物を入れていただくのにぴったりです。そして、壁際にベッドがございまして、ベッドはもう布団を敷いていただければすぐに使っていただけます。ベッドの周りも収納がたくさんございまして、まずベッドに上がるところですね、このように階段の方は収納になっております。それからベッドの上の方のコーナーには棚がございまして、その横には、もちろん照明もございます。またベッドの下はですね、そのままドーンと収納になっておりますので、こちらですね、あまり使わないものなど入れておくのに、大変重宝する収納となっております。そしてこちらのお部屋はですね、モニター付きのインターホンがこのように最初からついておりますので、外の様子はすぐに分かります。こちらセキュリティ性もかなり高いですね。はい、次は、キッチンをご紹介させていただきます。キッチンはですね、2口の IH コンロがついておりまして、シンクももちろんございます。収納の方も上に収納がございまして、下もたっぷりと収納がございます。またキッチンの、隣には2ドアの冷蔵庫と電子レンジがついております。その上には棚もございますので、調味料など置いていただくのにぴったりかなと思います。そしてキッチンの玄関側には、洗濯機置き場がありまして、洗濯機が最初からついております。またこの上にはセコムのセキュリティついておりますので、外出中も非常に安心ですね。そして、玄関のスペースなんですけど、こちらですね、下駄箱等ございますので、靴などもしっかりと収納していただけます。また宅配ロッカーもついてますので、単身者で留守がちな方が多いと思うんですけど、非常に便利な設備となっております。それではキッチンの後ろのこちら、扉開けてみましょう。こちら開けるとお手洗いとなっております。お手洗いの上にはこのようにですね、棚がありますので、トイレットペーパーなど置いていただければ非常に便利です。そして奥に行くとお風呂になってます。お風呂も広さ十分ですし、浴室乾燥とかですね、洗面台ですね、あとシャワーとかもしっかりとございますので、お一人暮らしの入浴タイムしっかりとくつろいでいただけます。はい、それではお部屋のご紹介はこれで終了いたします。こちらのお部屋は家具家電付きとなっておりますが、家具家電が付いてないお部屋は条件が少し変わりますので、詳しくは賃貸のまさきのスタッフに直接お問い合わせください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。